はい、皆さんどうも、札幌市の商工大芸人大林義弘でございます。本日は、7月10何日だ木曜日、はい、7月9日木曜日でございます。はい、今日はですね、5時からだったということで、今日はね、この移動をちょっと Vlog 的にやってみようかなと、思っております。はい、まあ大林の木曜日5時からだったの時は何をやってんのっていうぐらいの、Vlog 的な感じでね、できたらなというふうに思ってます。はいいやー、それにしても今日はすげえいい天気で、はい、運転も非常にしやすい日だなと、個人的には思っておりますよ。さあ、ただ暑い。5時からラッタッタでございます。パーソナリティは私、札幌吉本所属大芸人大林義弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。また来週お会いしましょう。良い一日を。バイバーイ。ということで、5時からだったった終わりました。はい、ということで、なんか今日は暑くて脳みそがぼーっとしてるなっていうのは個人的に思っております。はい、ということでね、これから静岡の家に行って今日は泊まり、明日のお泊まりの方に向かいたいなと思います。ではでは、行ってきますはい、でしょうか。今日一日の大林の、まあラジオある時編しかできませんが、はいまあ Vlog ならず電ログみたいな感じで、できてたらいいなというふうに思います。はい、またね、こういうのもやってみようかなと、思っておりますので、今後多分こういうの増えると思います。こういうのもね、ちょっと勉強してみたいなっていうのもあったので、はい、ぜひ、またこのおたでんチャンネルよろしくお願いします。ではバイバイ。